Making trouble for myself, but I don't know any better. I could call you, but it's too much. So I'll write a stupid letter for you, saying these things that I cannot begin to explain. But I could help you forget it, 'cause you regret the pouring false hope in the words you wrote. Then into your heart, you paved the road to let them. お願いします。ありがとうございます。でした。ではスキンケアしていきます。今日は、夕飯を早めにすぐ支度できるものだったので、夜はねゆっくりお風呂も入るくいい感じ。もうすっかり空気がさ、もう急に来たよね。秋になったので、もう風も秋らしい感じになって、ちょっとこれからだとね、乾燥気になる時期だなっていう感じするんですが、みんな結構そうだと思うけど、これからの時期はもう本当にまずは乾燥対策
一番やっていこうって思ってる人が多いんじゃないかな。なんか一番大切なことなのに保湿するって結構難しいと思っていて、なんかもうこれからみたいにこう乾燥して何かこう揺らぎやすい時とかは、まあ、自分の中で選ぶものをこう潤いに特化したもの、保湿できるものをこうなるべく自分の中では選ぶようにしてます。そうで、なんか最近インスタの方でみんなにメイクの悩みを募集したんですよ。大人のメイク悩みありますかっていう感じで、いや本当にたくさんもらって、確かにって分かるって思うものが多かったんだけど、でその中ですごく目立ってたのが目周りの乾燥気になるとか、まあ、乾燥からくるこの小じわ、なんかこうメイクとかね綺麗にしてもこう小じわが目立つのが気になるとか、夕方になるとこう乾燥が気になるっていう回答がすごく多くて、もうめっちゃ分かると思いました。だからやっぱメイクってこう重ねていくものだから、この重ねている工程をどんなに頑張ってもやっぱりこのメイクの土台になる肌をしっかりこう整えてあげないと、なんかこういい感じメイク決まらなかったりとかすると思うんだけど、これからの季節って、まあ、外ねどんどん風は冷たくなって乾燥するし、なんかもっと寒くなると冷たい外にいた後に暖房がガンガン効いた乾燥した部屋に入ったりとか、この気温差が激しかったりとかして、肌がこう感じる環境がかなりこう温度差が激しくて結構過酷な環境だと思うんですよ。でそれにこう耐えられる肌を作ってあげるって本当に大事だと思ってます。なんかもうこれくらいの季節って本当にね、しつこいくらいにこう保湿してあげるのがねいいんじゃないかなと思ってます。こうやってね土台をまず整えてあげることが、まあ、メイク崩れしにくくなる肌っていうのを作ると思ってるので、まあ、もちろんこう夜のケアもそうなんだけど、朝もねしっかり保湿はするように心がけてます。でまあ化粧水とかはこう大きな面でしっかりこう手で包んであげて保湿しやすいかなと思うんだけど、意外とこういう細かいところ、私だとね最近ここも気になるの、こことか、あとまあほうれい線の部分とかこの口周りとか保湿するのにすごい良かった、これ今もうほんとめっちゃ気に入ってるのがこちらです。ライスフォースリンクルボールセラム、はい、こちらもね去年ね公式サイトで完売しているめっちゃ人気のあったこのライスフォースのリンクルボールセラムなんだけど、やっぱりこう保湿すること何よりも大事だと思うんだけど、これはねシワ改善成分配合で保湿改善とシワ改善、これすごくないですか、ダブルで改善効果があるというタイプのものになってます。これね表皮、真皮、さらには基底膜までアプローチできてシワ改善が期待できるっていうアイテムになってます。私的にはねこのボールのひんやり感の気持ちよさ、それとこのテクスチャーのおかげで摩擦が少なくてケアできるのがもうめっちゃ好きです。アイクリームって結構こうクリームとかでこっくりしたタイプのものね多いと思うんだけど、これはこんな感じのセラムで肌にスッと馴染むタイプのものです。この感じがねこう本当に馴染みやすくて使いやすいのと、朝しっかり使ってもベースメイクのね邪魔もしないので、こう朝使うのもねすごくいいです。なんかね、メイクのりもね、さらに良くなる感じ。なんかこんな感じでさ、くる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 気になるところになじませるんだけど、なんかね、やっぱこう、楽なの。すごく楽で、なんか結構チューブタイプのものって私こう手に出してこう丁寧にこうのせるみたいなものが多いんだけど、これ一本でこうくる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 できるっていうのが、まあ、手軽なので使いやすい、続けやすいっていうのがいいなと思っていて、スキンケアで大事なことってこうコツコツ続けることだと思ってるので、めんどくさくてやめちゃったとかなんかやらなくなっちゃったっていうのが一番もったいないかなと思うので、まあ、こういう使いやすさ手軽さっていうのがねすごく大事かなと思ってます。これほらスッと馴染むので、こことかこことか、私は、ね、最近ここなんだけど、小シワが気になるなっていう方ね、本当にぜひ使ってみてほしい。そのシワってさ、なんかできてから気づくじゃない、
から、まあ、できてから気づくよりも、まあ、できる前の対策としても使うのってすごい大事だと思うので、まあね、まだそんなに気にならないけどっていう方も使うの私的にはすっごいおすすめです。はい、トライアルセットもあるので気になる方はね、ぜひ使ってみてください。なんか肌すっごいもちもちになった。うん、すごい感じ。はい、ということで今日はナイトルーティーンをご紹介しました。なんかどんどん寒くなってきて、本当に乾燥も気になるし冷えも気になるしっていうことで、秋冬になると夜の時間をいつも以上にこう丁寧に過ごして保湿したいなとか、結構ケアしたいなっていう感じで意識を高めるっていうことが多いです。例えばね、今日着てるこのパジャマもピーチジョンのものなんですが、ピーチジョンからねオーガニックコットンのパジャマが出ていたりして、なんか肌もやっぱりなんかこうナチュラルなものが触れてる方が変なこう乾燥感とかもなかったりするので、肌に触れるものもねちょっとこう自分の中で選択してみたりとか、あとはもう本当に身近なところに加湿器置いてみたり、スチーマー浴びてみたり、なんかなるべく乾燥を防いで心地よく過ごせたらと思ってます。そんな感じで今日はナイトルーティーンのご紹介でした。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。おやすみなさい。Thank you.